パリ五輪第4日柔道2024年7月29日シャンドマルスアリーナ女子5 7キロ級の船久保遥25三井住友海上が29日2回戦で東京五輪4 8キロ級で銅メダルを獲得したダリアビロリド23イコールウクライナと対戦7分間の消耗戦の末に難敵を下し準々決勝進出を決めた 相手は東京五輪から2階級上げてきた旧頭身モデル柔道家として日本でも知られるビロディド実力者同士の対戦となったが寝技のスペシャリスト船久保が自身の柔道を貫き強敵を撃破した序盤はビロディドの寝技警戒からの積極姿勢になかなか自分の形に持っていけない時間が続いた舟久保だったが徐々にスタミナを削り取りビロディドが失速 ゴールデンスコア突入から3分、試合時間7分の消耗戦を相手の指導3つの反則負けで制した。22、23年世界柔道2位の舟久保。初五輪の初戦は、序盤から隙あらば寝技を狙い、相手に攻める隙を与えず、4分間で相手に指導2つが出てゴールデンスコアに突入。開始10秒過ぎに大外刈りで技ありを奪い、初戦突破を決めた。 船久保は中学時代に研究を重ねたり富士学園の矢崎雄大監督の助言を受け変形の腹包みからの抑え込み技を考案ジュニアの国際大会などで使ううちに世界でも船久保固めとして認知されるようになった21年東京五輪の女子52キロ級決勝で阿部詩がブシャールフランスを破ったのが船久保固めだった舟��春香 船久保遥か1998年平1010月10日生まれ山梨県出身の25歳山梨富士学園高を経て17年4月から三井住友海上所属6歳で地元の大安住スポーツ少年団で柔道を開始高校時代は23年でインターハイを制し世界ジュニア選手権は1517 18年と3度制覇の快挙シニアの国際大会でも21年以降に結果を出し世界選手権は2223年と連続2位。